イルド・フランス地域圏、イブリーヌ圏のコミューン。モンフォール・ラモー・リーは、パリの 45km 西にあり、ランブイエの 18km 北、モンフォール・ラモー・リー平野の南部に位置する。ランブイエの森の北にある、丘陵地帯である、モンフォール城のダンジョンの廃墟。下に映る戦闘のある家は、ラベル博物館。サンドーラン通りの中世の門から教会を望む、モンフォール・ラモは、 領主アモーリ一ー世に由来する。フランス王ロベール二世は、996年に、モンフォールの丘に城を建てた。モンフォール・ラモーリーは、領主ギオーム時代の11世紀初頭から、モンフォール家の家城であった。彼の息子であるアモーリ一ー世が、現在も名残を留める城壁を建設した。モンフォール・ラモーリー領は、シモンド・モンフォールの息子の同意を得て、白領となった。 百年戦争中に城はイングランド軍に破壊されている。1292年、モンホール家はヨランドをブルターニュ公アルティール二世へと継がせたことで、ブルターニュ公国とのつながりを持つことになった。1547年、女公アンヌの直系のチャクソン・アンリ二世がフランス王位について、ブルターニュ公国はフランス王領になった。フランス革命時代、一時的にコミューンは、 モンフォールイコールルイコールブリュティウスと解明されていた。1899年から1977年まで、街では、パルドン祭りが開催されていた。間接的に、モンフォール・ラモーリーは、イギリス、レスターにあるドゥ・モント・フォート大学の語源となっている。大学名は13世紀に生きた第6代、レスター博で、モンフォール・ラモーリー家出身のシモンド・モンフォールから、取られているからである。 参照元、1962年以前イヘス、1968年以降 INSEE。ありがとうございます。